王国、元ヤンキー天田ヒロミ参上。元アマチュアボクシング王者のマシンガンパンチは止まらない。私生活では今年の元日にマシンガンで射止めたジョイさんと結婚。さらにユーリ・アルバチャコフから必殺パンチを伝授された。もう怖いものはない。現ボクシング世界ヘビー級王者マイク・ベルナルド、太い腕から繰り出す傲慢パンチがアバターを襲う。足の怪我も完治、コンディションは上々。Amara, you marry a doctor. It's a good thing that you marry a doctor, because fighting you might get hurt, you've got someone to look after you, to take care of you, which is a good thing. Very good thinking. なめられるな、アマダ。ベルナルドを破って天下統一せよ。青コーナー、185cm、101.2kg、K-1 ジャパングランプリ2000、準優勝。アマダ・ヒロミ。日本人の悲願、ベルナルド超えを果たしてくれるのか、アマダ・ヒロミ、あなたにかかっています。赤コーナー、193cm、109.6kg、 K-1 ワールドグランプリ2000 in 福岡、優勝、マイク・ベルナルド。2001年に描き出す復活のヒストリー、マイク・ベルナルド。この放送はエキサイトとご覧のスポンサーの提供でお送りします。会場は松山市総合コミュニティセンターです。この試合ルールは3分5ラウンド、延長はありません。3ナックダウンシステム、最終ラウンド以外はゴングには救われません。ラワン、アマダが日本人ナンバーワンに名乗りを上げるのか、それとも世界の壁の高さを見せつけるか。赤いグローブ、マイク・ベルナルド、共にパンチャー同士の対決になりました。まずローを出していった赤いグローブ、ベルナルド、背中を向けているのがアマダ・ヒロミ。アマチュアボクシング、かつて全日本のチャンピオンアマダ、そしてプロボクシング世界ヘビー級チャンピオンのマイク・ベルナルド、前をじっと詰めている。ベルナルドは最初から見ていくことはしない、チャージをしていくと試合前語りました。殴り合いに持っていきたいと言ったアマダ、自分の原点は喧嘩殴り合い、待つことはしない。両者の気持ちは一致しています。コンビネーションを見せたマイク・ベルナルド、ジャブからローです。最近このローの技術の進歩が目覚ましい。ベルナルド回り込んでアマダ、お互いの眼光は非常に鋭い。ジャブを出してきた、ワンツーコンビネーション、しかしガードしているベルナルド、ローキック、このローが重いんです。ハイを見せた館長、このベルナルドのキックも注目ですよね。そうですね、あのハイキックでスタンも破ってますしね。そうですね、軽く吹き飛ばしましたね。ローキック非常に重たいです、はい、ただ実はローキック強いんですね。あのアマダも言ってました、カットしても吹き飛ばされる時があると。それほどのローキックです。ベルナルド、フックいった、今顎をかすった、フォーカスした、しかしダメージはまだ見せない。ローキック、インローを蹴ってった、ベルナルド。マイクやっぱ頭使ってますよね。はい、上下のコンビネーションいいですね、館長。こんだけキック使ってくると思わなかったですね、はい、そしてジャブの力強さ戻ってませんか、館長。あのベルナルドの力強さが、そうですね、やっぱよく絞ってますよね。絞ってます、あの体重は若干軽めに調整したということですね。そうですね、その方が怖いですね、パワーを落とさずにスムース、そして速さを増していったんだというベルナルドです、山田選手も大きいですよ。いいですね、アマダはこれまでで一番重いウェイトで K-1 の今日の試合に臨んでいます。伸びていった、このジャブが伸びていくベルナルド、回り込んで足を使っていくアマダ、追い込んでいくベルナルド。マイクスタイムの始まりか、マイクサーバーの始まりか、詰めていく、さあ回り込んで危ない、このローですね。思わず松岡修造さんも声を上げました。いや大きい、大きいです。あの実はですね、マイク・ベルナルドっていうのはですね、アンディよりもサミよりもローキック強いんですね。強い、あのタイミングが分かってないだけで、ローキックの破壊力は、ね、マシンで測った彼が一番ですね。なんといってもベルナルド本人も、今日は皆さん僕のローを見てくださいとそれほど言っていました。詰めていく、先ほどからローをカットしても鈍い音がこの方で聞こえる。ダメージは計り知れません。ワンツーのコミュニケーション、左左と、さあまだ時間がまだ残っているが、詰めていく、残り15秒、ワンツー、このボディだ、アマダ返していく、オーバーハングフック、
空を切っている。ベンダルド行く、進むベンダルド、詰めて戻すか、少しテープを入れた。第1ラウンド終了。ただベルナルドの剛腕、その音が聞こえてまいりました。何かこの放送席も震えが止まらないという感じの出だしになりましたね。館長、はい、得意ですね。右のストレートに合わせて左フックね。そうですね、K-1 ライジング2001、 K-1 の原点愛媛松山市の総合コミュニティセンターからお送りしております。放送時ご紹介しましょう。解説は K-1 プロデューサー聖堂会館石井和義館長、よろしくお願いします、ね、それぞれの夢をかけての、はい、さ残りのこれからの試合注目しましょう。応援しますよ。はい、第2ラウンドが始まりました。第1ラウンドはベルナルドがまず最初のダウンをアマラから奪った。鈍い音が響いてまいります。ジャブを出していくアマラ。アマラはかつてプロボクシングの世界チャンピオンユーリ・アルバチャコフさんに教えを請いました。指摘されたのは2つ、上半身の体を抜けということ。上半身の力を抜けばもっと力が増していく、そして下半身をあなたはパンチをもっと使って打ちなさいという2点だったといいます。そうですね、やっぱどうせアマチュア出身なんで、手打ちになっちゃうんですね。なるほど。ですからね、腰を入れて打ってほしいと言われたそうです。ですよね、うん、ローを出していった。アマラがなんかベルナルドに釣られるようにローを出していきます。左フック、左フック、左フックだ。頑張るか、音が届いた。松山が震えた。この試合2回目のラウンド、マラ立つ日本の悲願を背負っているんだ。アマラ世界を見せるか。ベルナルドオーバーフック、左振り回していく。さあどうだ、いけるか。右を出していく、左左アッパー。頑張れ、踏ん張れ、踏ん張る、踏ん張るボディ、なんとか回り込んで踏ん張っていきたい山田。右のストレート前打ちになった。左出していく、優香さんの敵を凍らせている。一の昇降状態になります。やっぱこれが世界の壁ですよね、はい、世界の壁ですね。ベルナルドまだ日本人に敗れておりません。ベルナルド最初の日本人になるか。アマラヒロミ2001年をお互いのように染め上げたい。少し時間を置きます。ダメージは回復するか。左のジャブを出していく。ベルナルドが何か一発を狙っているような気がする。リターズ左ガクッとショット落ちた、ガクッと落ちた。ブロックしました。ブロックの上からでも効きますね。そうですね、体ごと乗っけていってますから、ガードを壊しますね。このパンチはそうですね、50キロの体で力を打ってますね。なんかベルナルドのパンチが我々の心臓にも届いてきます、はい、山田さん危険を犯してでも行かなきゃいけないんですね。そうですね、山田はねこの相手をかいくぐって、はい、カウンター打ちたいですよね。いけるか左、相打ちになりました。お互いの左がぶつかった。ただ威力はベルナルドか。松岡さん、これをかいくぐっていうのは怖いですよね。山田ね、怖い。でもこの恐怖心、はい、クリンチン逃れます、クリンチン逃れます。2分を経過しました。残り1分を切っている第2ラウンド。自分から、自分から、自分から行けという声だ。アマダン飛んでいる。セコンドオーバーハンドフック、その音がブンと聞こえてきそうだ。ガードを下げるなという指示。ガードを下げるための左ジャブ、ワンツー、そしてミドボディ。いいよいいよいいよ、これいいよ。視線が非常に険しくなった。詰めていく。さあ回り込め、回り込め。よく見えるぞ、よく見えるぞ。左右コンビネーション、さあ最初速くなってきた。ベルナルドがちょっと止まりました。はい、10秒集中、残り少なくなってきた。右、危ない危ない、右です。左右のボディ、右手のガードだけ下げて。よし、第2ラウンド終了。第2ラウンド終了です。一発素晴らしいパンチがありましたベルナルド。ただアマラも返していった。松岡さん、はい、相手の大きな選手のプレッシャーをはねのける。でもアマラはそれをしなきゃいけませんね。いやね、この恐怖心どうかやっぱね、これ日本ですから、この皆さんの応援どうにか力つけてほしい。つけてほしいですね、はい、その先頭に立ってる応援してるのが、まあ、優香さんなんでしょうか。優香さん一言、はい、頑張ってほしいですね。頑張ってほしいです、うん、それだけであります。さあいよいよこれから第3ラウンドです。ラスミニーこの試合をじっと見つめます。第3ラウンド、リングサイドには元プロボクシング世界チャンピオンユーリ・アルバチャックさんの姿がありました。右手のガードしっかり、アマダにボクシング技術を教えたといいます。上半身の力を抜け、下半身をもっと使ってパンチを打て、この2つをユーリさんは指摘しました。実はあのマイク・ベルナルドもユーリ大ファンなんですね。あ、そうなんですか。一番好きなボクシングはユーリの、ああ
ユリのアマチュアの時のボクシングのビデオを持ってるみたいですよ。あ、そうですか、ええ、じゃあ、 アマダに教えたとしたらちょっと嫉妬するかもしれませんね、これは。ですね、憧れのプロボクシング元世界チャンピオンが見つめています、この試合。だからやっぱ大胆なパンチの裏に繊細なやっぱしそういう研究心があるんですね。そうですね、さあ、それでした。顔面に3発ヒットしたぞ。顔面にターン、パニック、ベルナルド止まった、ベルナルド止まった。ブロックしますよ、ベルナルド。3点目ですね。しっかりとガードしてますか。気をつけなきゃいけないですね。さあ、ここから右のフック、ブンという音が聞こえてきそうだ。うわ、1分経過。マイクも川村さん、はい、ベルナルドサイド、パンチを続けて打て、単発になるなという指示です。なるほど、続けて連続でということですね。マイクが、じゃあパンチで来るなら多いし、俺もパンチで相手したろうみたいな感じですね。あ、それ、あ、ちょっと脳が痛くなりましたね。川村さん、はい、対する天田サイド、ジャブ、ボディを使えば右ストレートが入る、集中しろという指示です。なるほどね。天田はやっぱりカウンターの右ストレート当てたいですね。振り回してくるところに当てたいという。はい、それをちょっとずつ狙っていってる天田。ただ回転良くなりましたね、館長。天田、左のジャブ、ジャブ取られました。クリンチに逃れる、もうフラフラになってきたか、まだ。ただ眼光を保て、目の光を保て、アッパー、おい、詰めていく、ブロックしないと危ない。右、左、ダウ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 、このラウンド2回目のダウン、カウントダウン、拳を叩きつけた、まだ。悔しいか、悔しいか、やれるぞ、やれるか、まだ。やば、最大の防御きた。ベルナルドが一発狙っている。どうだ、いけるか、止まっている、かわした、左右、止まっている。一度ブレイクあります、ブレイクあります。第3ラウンドの残り近くなってきた、耐え忍ぶか、まだ。右、ブロック、左、なんとかブロックしている。詰めて、危ない危ない、ここでゴングだ。天田にはこのゴングが待ち遠しかったのかもしれない。このラウンドはね、このラウンドはマイク・ベルナルドの色で止まりました。でも自信につながると思いますよ。はい、アマダのラッシュから、しかしこの後一発パンチを返して、実は倒れたのが仕掛けていったアマダの方だったんです、館長。手数は出していきました、アマダ。しかしその中で返していったマイク・ベルナルド。セコンナウ、そのパンチの重さを見せつけています。セコンナウト、あれ吹いて、セコンナウト、ラウンド4、第4ラウンド、第3ラウンドには2回ダウンをベルナルドがアマダから奪いました。3分5ラウンド制です。この松山市総合コミュニティセンターの皆さんも何か固唾を飲んで見守っています、この戦い。ここまでベルナルドがアマダに打たせる場面はあっても、流れはしっかりと持っています。右左のコンビネーション、フックを打っていく。アマダはこの試合だけにかけていると言っています。右、先ほどはベルナルドが一瞬止まりました。ね、前からこれだけパンチをね、上沢選手は初めてですから ね、はい、ね、そうですね。まだ日本人には無敗です、ベルナルド。ただここまでベルナルドにパンチを打ち込んだ日本人もアマダほどはいないでしょう。インドを蹴ってきたローキック、鈍い音だ。館長が言う非常に重いローキック、久しぶりに出してきました。ちょっと上下振ってきますよね、慎重になってますね。うん、左のジャブ、ジャブでのけ取りました。小さくね、これは振りを倒したジャブですね。はい、左のフック、ローキックがジャブを多用し出すと怖いですね。なるほど、左のジャブ、これもまた顔が抜け取っています。またジャブが普通 のストレートぐらいの強化ですからね。なるほど、ベルナルドのジャブは普通の人のストレート。ストレートですね。はい、返してった、返してった、カウンターで返していきます。相手が出るところを返していく。あばい、やりやりやり、ダウンだ。左が顔面に捉えた。ここでストップだ。マイク・ベルナルド、2001年復活のヒストリーは今スタート。
世界の壁名を高く、マイク・ベルナルド勝者。このマイク・ベルナルドの晴れやかな顔の陰では肩を落として山田ひろみ、ただよくここまでベルナルドにパンチを打ち込んだ。ベルナルドもその気持ちがあって今左手を掲げます、左手を掲げます。浜田は伸びている、でも自分が強い。浜田の力を認めた上でベルナルドが勝者のコールを受けました。見事にナックアウトで倒しました。今この場内の照明に照らされて勝者の陰で浜田が先に戻ります。2001年は K-1 ジャパンは武蔵さんだけじゃないというところを見せたいんだ、そのためには最高の舞台をこの1月に用意してもらったと思っている。しかし敗者ではありますが、浜田の拳パンチはおそらく皆さん